統一インド統一インド、英語、アンディバイデッドインディアは、本来イギリス領インドとして一つの存在であり、歴史的にも不可分の一体性を持っていたインドと、パキスタン・バングラデシュの再統合と、その結果生まれる国家を指す概念である。時に、アフガニスタン、ネパール、ブータン、スリランカ、モルディブ、ミャンマー、さらには、チベットを含むこともある。 そもそも現在のインドとパキスタンの分離独立は、初めから予定されていたことではない。独立運動の末期になるまで、ムスリムヒンドゥーの間に確執はあったが、国家分裂には、否定的態度を取り続けていた。しかしムスリム側の指導者ジンナーは、統一インドが独立した場合、ムスリムは少数派として、ヒンドゥーに抑圧されるとの意見を持っていたため、ムスリムの多い西北インド及び、 ベンガル州東部を独自の国家として分離独立させることを強く主張した。独立運動の最高指導者マハトマガンディはインド分断には反対の姿勢を示しており、自らもムスリムへの融和をヒンドゥー側に訴えたが結果として聞き入れられなかった。結果的にジンナーの主張がムスリムの支持を集め、ムスリムとヒンドゥーそれぞれのための国家が別個に独立することとなった。 分離独立後、インドとパキスタンは数回に及ぶ生産な死闘を繰り広げた。親族友人が敵味方に分かれ殺し合い、インドとパキスタン、ヒンドゥーとムスリムとの関係は極めて悪いものとなる。そのような状況の中でインドとパキスタン両国の和解、さらには再統一を主張する知識人が一部存在しているが、現在のインパカンの緊張状態では、 そのような意見は広い支持を集めやすいとは言えない。ありがとうございます。